はい、これから阿部祐樹選手の密着、はい、まあ、選手というかもう阿部ちゃんとね、まあまあ、今浦和レッズユースのコーチやってるので、で、16リーグといって何番にあんのこれ。10チーム近く多分あって、うんうん、試合やっ て試合やって、うん、でそこの指揮をするっていうことで、で毎回練習をやってるわけじゃないでしょ。うん、違う監督のサポートっていうことでね、うん、なのでちょっとでも貴重なこの指揮姿、今A級ライセンス取りに来てるんですけど、まあ今後ね S 級っていうことで多分取りに行くとは思うんですけど、そのまあ指揮してる、引退して今7ヶ月なんで、そうか、はい、ほやほやで、ほやほや、ほやで、今回浦和レッズ公式 YouTube チャンネルとのコラボということで、そちらの方でも、まあ、対談の方を撮らせてもらっていいので、こちらはまあちょっとね指揮姿というか、俺もプレイヤーと指揮するあんまりイメージないからそこら辺をちょっと撮らせてもらおうと思います。お願いします。お願いします。実際どうなのユース選手、選手も含めて。いや、初めの子が多いかな、うん、これみたいに、うん、個性としてやっぱ結構色濃い選手いる。まあいるいる、うん、それぞれ持ってるし、うん、まあ、それをうまく出せる選手もいれば、なかなかそこから自分から出せない選手もいるから、うん、はっきり言ってあげた方がいいタイプもいれば、なんかね、うん、言わずにこう自分で気づくタイプもいるだろうし、うん、面白い、なんかいろんな性格の子もいるから、うん、高2世代とか高3、ね、何を考えてた、どういう意識でやってたって。俺、いやトップでさ、もうやってたじゃん、覚えてない。そのだって高3でフル出場してるからね。あれ J1 だっけ。 J1 は、ね、まあ、全試合出たのかな、結局全試合出てる高3で、はい、そう、ディフェンスでしかも、うん、とりあえず足引っ張んないように引っ張んないようにと思ってる、うん、だって高3の時ね、高3と高2でなんか練習とか参加してもらった時は、うん、特別なんか見せてやろうっていうモチベーションは持てなかったね。あ、そう、うん、怖がってたかもね、ミスしないようにとか。あ、そう、うん、どんなの意識して練習してたっていうか。いやもう、いや多分みんなと変わんない今の子たち、多分。まあ、そう、あ、より意識低かったかもしれない。高校の時はどちらかというと自分から自分からっていうタイプじゃないし、うんうん、周りに指示とかもできないタイプだったから、うん、本当変わったのはジェフでキャプテンやるようになってから、あ、なんかいろんな周りに指示出したりとか、うん、話すようになったかなって。こう言いながらすごいからね本当に、まあ、徐々にかな、考えも変わってったりしたのか分かんないけど、経験でね、です。ちょっと密着させてもらいます。しないでください、はい、しないでください。このコーチの萩原さんとプレイヤーの時、東京ヴェルディージで一緒にセンターバック組ませてもらったんですけど、はい、今日阿部ちゃんの密着ってことでコーチして7ヶ月ですけど、実際どうですか、その阿部ちゃんのコーチ業っぷりというか、細かいところ、まあ、特にやっぱり、ね、守備のところに関しては、うん、やっぱ細かく伝えてもらってくるんで、うん、僕も勉強になってますいやいや、ただやっぱ昨年までやってて、うん、すぐにこうやって指導の現場に入って一番説得力がある、うん、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと今日阿部ちゃんを密着させてもらうんで。いやもう本当に緊張するんじゃないですか僕つつくの得意なんで、ちょっと密着させてもらいます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ちょっと阿部さんの密着させてもらってるんですが、天使から見た阿部さんのチームでのコーチとしての存在ってどのような印象ですか。そうですね、阿部さんはまあストレッチで過ごされてきた、まあ、レジェンドのような存在なんで、基本的に守備のことについて言ってくれるんですけど、その中でこう細かいところだったりとか、通常だったら流してしまったりとか、まあ、ここでいいやっていう部分もよく突き詰めて、もっとこうした方が良くなるしっていう、このよくチームのことを考えて指導してくれるスタッフです。ちなみに具体的にどういった指示をされることが多いですか。そうですね、僕ボランチやってるんですけど、そのボランチの中での逆サイドにある時の立ち位置だったりとか、相手がここにいる時はもうちょい右だったりとか、ここら辺にいたらより取りやすいよとか、どうやって味方を使って相手を追い込んでいくかとか、そういった細かい部分はよく指導してくれます。ありがとうございます。今日相手、まあシステムまだ分かんないけど、まあ、しっかり把握すること、最初全体としては、まあ、アグレッシブなプレーが見たいなと、迫力あるプレーが見たいなと、一人の選手としてやれるかどうかっていうところは、自分の良さを存分に出してください。でもその中でチームとしてやらなきゃいけないことはこれから整理したいなと思います。守備のところから、でもどっかでやっぱ奪いに行かなきゃいけない時がある、だからそれをどこで奪いに行くかっていうところを、サイドで奪いに行くならここで寄せているけど、
離れてるじゃなくて、ここでもう一歩寄せです。今日はこの一歩をみんなに、この一歩をどれだけ近づけるかっていうところはトライしてほしい。もちろん抜かれることはあるかもしれないけど、待つんじゃなくて自分から奪いに行く守備っていうのは今日トライしてほしいなと思います。で、攻撃のところはボール持ってる人に対していろんな選択肢を与えるためにもトライアングルしっかり作りながらやっていきたい。スイッチ入れるときどういうパスがある？縦パス。そうだね、縦パス入ったときみんなで前向きサポートでスピード上がってくるよね。だからそこのスピードの変化、緩急はそれぞれつけるようにやっていってもらえればいいかなと思います、ね。まあ、失敗は全然してもらって構わないんで、ポジティブにこうチャレンジするプレーっていうのをみんなのプレーが見たいなと思います。まあ、攻撃だけじゃなくて守備でもそのさっき言った一歩ね、一歩下がる、一歩前に出る、カバー行く、攻撃だったら一歩スプリントいけるのか、寄れるのか、ここサポートできるのか、そこの一歩にこだわって今日はやってください。 OK、 以上です。この間の試合、入りで上がってるので入りから集中して全部上がってみましょう。行こう、最高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 。どういったことが多い相手のチャンスになってるとき、背後の一発、うん、背後の一発だったり、立ち上がりはうちのバックパスが壊れそうで、はい、っていうのが多かったよね、うん、バックパスそれを前につなげるかどうか、うん、チャレンジできるかどうか、まあ、マイナスのプレーしてミスするんであればチャレンジして前に狙ってミスした方がいいかな、うん、最初話したようにチャレンジすることを忘れずにやっていきましょう。まだ0-2、0-2、まず1点取るためにゴール目指してゴールやっていきましょう。大丈夫？じゃあ逆転していきましょう。ゴー！ゴー！
ほら首振れ、常に首振ってキーパー指示して。大外大丈夫か。阿部ちゃん密着で、はい、今試合見させてもらいましたけど、実際どうですか。なんかめっちゃ特徴ある選手もいて、で中3の選手も多いでしょ。中3、ね、まあ、後半とか後半全員入ったのは中学3年生で、うん、今までやった相手で一番、ね、強敵、まあ、いい相手とやれたし、うんうん、まあ失点、ね、してしまったけど、うん、乗りちゃう追いついたのが、ね、やっぱ大きかったかなと。選手間でこう意見をぶつけ合ってる感じ、うん、すごいいいなと思ってて、いやこの代ね、結構今の1年生は結構、うん、はっきり言える子が多いから要求し合ってる、要求し合うのが多いから、うん、まあそれは続けてほしいなって、うん、最後に今後の目標ちょっと。今日はそうですね、はい、今日のようなゲームもそうですけど、うん、選手がこう生き生きというか、うん、自分の持ってるものをしっかり出せるような、うん、持っていき方をしていきたいなと思うし、結果ね負けたとしても、うん、しっかりその選手たちが自分の出せるものをしっかり出せて、負けるのと、うん、結果出ないのと、うん、まあ、また全然違うと思うので、うん、本人たちの自信にもつながっていくと思うし、うん、なので、まあ、そういった声かけだったり、うん、雰囲気だったり、まあ、やっぱ日頃の練習から、うん、言っていくことが結局彼らの成長につながっていくと思うんで、うん、試合だけうまくいきました、うん、どうせダメだと思うから、うん、日頃の練習から100でやる今日みたいな相手を想定して、うん、まあ、そういうの積み重ねかなと思うんで、うん、ありがとうございます。もう貴重な阿部ちゃんの引退してからの見させてもらったんで、はい、で今回浦和レッズ YouTube チャンネルとのコラボということで、はいはい、そちらの方でも阿部ちゃんと対談させてもらってるので、まあ、概要欄の方から視聴していただきたいんですが、11月の12日、はい、17時から埼玉スタジアムで阿部ちゃんの引退試合します。なんと私も出場します。はい、なので概要欄の方に記載してありますんで、ぜひね一人でも多くの方に応援してくださって、最後のね阿部ちゃんの引退試合をみんなで盛り上げられればと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なので今回は阿部ちゃんの密着でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。